ことないっすよ。そんなことない。真っ暗なんかじゃないっすよ。それでも俺は信じるっす。どの神様でもいいけど、生きてる世界もそうじゃない世界も、全てをひっくるめた決まり事がちゃんとあって、そういう摂理の中に俺たちは生かされている。決して一人で冷たくて暗い世界に行ってしまったわけじゃない。だから安心していいんす。俺も信じることができなくなるときってあるっす。でも神様の作った物語をそうだと信じれば、その強く信じられる瞬間は気持ちがふっと楽になるから、少なくてもそういう意味ではそれは真実だと言える。それでその人間が真実を作り出せるっていうのはすごいと思う。すげえ力だと思う。でも神様も物語も自分でも作れますよ。はい。マグロ。あ、日田先輩。行くぞ。対応が打ち合わせだってよ。じゃあ勝負せんな。俺もう行くけど。じゃあ大丈夫っす。時間が過ぎていくから、そうすればまた元気出てくるっす。新しいミステリーサークルは、対応のシミュレーションによると、どうしても最低2時間は必要だって。ダメだな。もっと急がせろ。もっと早くしろよ。そうだね。ただしその時間、それから死、時間と死だけが全ての人間に平等で、この世で唯一絶対的なものなんだ。
みよ。京極、あなたと付き合ってたのよ。正吾くん、正吾くんのお見舞い、怪我ひどくないみたいでよかったよね。早く行ってあげて。早く行って。翔吾くんは私たちにとってただ通り過ぎていくだけの人かもしれないね。
私は多分翔吾くんが思ってるような女の子じゃないよ。みんなが期待してるようないい子じゃない。悪い人間なんだよ。すごくね。きっとがっかりするよ。あの夢の中で夢の中の私は。辻褄が合わないんだけど、夢の中ではそれが私だって私は知ってて、忘れててごめんねって慌てて取り出そうと手を伸ばすの。それで一人の私を消してしまおうとしてる。そんな恐ろしい夢を見てしまうような悪い人間なんだよ。ひどいお姉さんだよ。ミフを自由にしてあげられるのは私しかいないと思ってた。時々、ままならない現実が私たちを阻むけど、それでもそう信じてきた。ミフを自由にしてあげられるのは、私しかいない。悲しい時も、ミフには笑って、大丈夫、私がついてるからねって、どこにも行かないからねって、ずっと、そばにいるからねって、そう胸の中で言い聞かせると、その度ごとに私の中で何かがなくなっていく。そんな気もしてたけど、ミフには私しかいない。そう信じてきたよ。そうだよ、ずっとそう信じてきたのに。なのにあの時何かが変わっちゃったよ。雨に打たれてもいいと思えてしまったから。あの夜に何かが変わっちゃったよ。思い出に変わる君の夜。でもやっぱり翔吾くんのことを見つめるミフの目を見たら、私は変われないって思った。変わっちゃいけないって。でもね、翔吾くんが喧嘩してミフのために真剣になっている翔吾くんを見たら、胸の中が痛くて、その痛みをどうしても自分でごまかすことができなくて。違う、そうじゃない、変わってなんかいないんだ。ずっとただ自分を偽ってきただけだった。ずっと嘘の自分を演じてきただけだった。その時気づいたよ。翔吾くんのことが好き。翔吾くんを諦められない。でも、ごめんね、花の王子様、私だった。翔吾くん、知ってたんだ。私って嘘とごまかしばかりだね。ちぐはぐなの。いつかもチャンスが大きい方がいいとか、お菓子が好きだからとか、オーディションのこと、いろいろ言い訳がましいこと言ったけど、あれは自分の気持ちを慰めるためのごまかしの言葉だよ。本当は違う。かなたさんがいたから。かなたさんがいるんじゃ、もう絶対私には望みがないから。だから諦めたの。ほらね、私またこうやってこんなこと言って翔吾くんを引き止めようとしてる。ずるい、
悪い人間なんだ。ごめんね。カナタさんのこと助けてあげて。私はピンピンしてるわよ。自分も傷つかないで生きようなんて虫がいいのよ。その方がよっぽど汚いやり方だわ。殴ったのよ、いけない。向かってきなさい。追っかければ。行きなよ。翔吾、君。